はい、こんにちは。中学受験さくらチャンネルの竹谷直樹です。今日は復活、これだけで中学受験できます、中学受験算数基礎講座。今日はね、ちょっとね、三角形の、面積比ね、三角形を、まあ、分割した時に面積比が何対何になるかっていうのを、ちょっとやってみたいと思います。この中学受験さくらチャンネルは、中学受験の全教科、全科目、全汎用、いつでもどこでも何度でも理解できるというコンセプトで作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、メンバーシップお願いします。さあ、では早速やってみましょう。ね。さあ、これね、三角形あります。ね。で、こうやってピッとね、8センチ、12センチで切ります。たら、あの面積と、いの面積、ね。面積は出せなくていいんです。高さが分かりませんからね。比だけでいいんです。面積が何対何になるかということなんだよね。で、結論から言うと、ね、高さがこれ等しいわけです。あの三角形はこれね、ここでしょ？高さでしょ？いの三角形だってここ高さでしょ？高さが等しい三角形の面積は、底辺の比がそのまんま面積の比になるんだと。だから高さが等しいから底辺の比8対12です。簡単にすると8と12、4で割ると2対3ですよね。底辺の比が2対3だったら、これ面積の比もこれ2対3なんだと。これそうですよね、当然ね。だって、こっちのあの面積は 8× 高さ割る2でしょ？ 8× 高さ割る2でしょ？対、こちら、いの方は 12× 高さ割る2でしょ？ただ、割る2は一緒ですよね。高さも一緒なんだから、8対12が面積比ですよね。で、簡単にすると2対3。ね。もうこれだけなんです。ね。で、余裕があったら、ね、このあの方は三角形全体の2たす3、5分の2。いの方は全体のね、2たす3の5分の3。ね。あの方は全体の三角形の5分の2ってわかりますか？全体の5分の3って分かりますか？そこまで分かっていけば、かなりいろんなものに使えるようになります。さあ、じゃあ今日はこの練習をしていきましょうね。どんどん慣れていってください。三角形のあといの面積比を求めなさい。さあ、三角形あります。今度こうやって切っていました。10センチ、8センチ。あの方はここ10センチ。ね。いの方はこれ8センチです。さあ、高さをね、こうじゃなくてこうと見た場合ね。ここからピーッと垂線引いた場合に、ここが高さですね。ね。だから、10× 高さ割る2、8× 高さ割る2ですから、あ対いの面積比は、これそのまま10対8なわけです。ね、簡単にすると5対4ですね。だから、あ対いは5対4の面積比だということがわかります。ね、さあ、ちなみに全体から見るとあの方は5たす4の9の9分の5にあたります。いの方は9分の4にあたります。これができていると次につながります。さあ、2番。さあ、この三角形ピッと切りました。あの側の底辺は18センチ、いの側の底辺6センチです。さあ、高さはここですから 18× 高さ割る2も 6× 高さ割る2もね、高さ割る2は一緒ですから、ちょっと書いてみましょうか。 18× 高さ割る2対 6× 高さ割る2。さあ、割る2消します、高さ消します。残ったのは18対6。簡単にするとこれ3対1ですね。あの面積が3に対して、いの面積は1なんです。底辺の比が3対1だったら、面積も3対1で等しくなります。答えは3対1。さあ、丸3。あ、いと、ここでピッと分けます。さあ、あ側の底辺9センチ、い側の底辺11センチ。
さあここからピット高さ取るとここが高さになりますね。 9× 高さ割る2 11× 高さ割る2ですから面積比も9対11です。これ簡単にできませんからもうこれで終わりですね。9対11ですね。ちなみにこれ全体から見たら何分のいくつかっていうと 9+11の20分の9に当たるのがアで、9+11の20分の11に当たるのがイになります。さあ4番、さあ今度まあア対イじゃなくてまあア対イ対ウで出してみましょう。ア対イ対ウ、さあこれ高さに当たるものはこれでしょね。ここは高さですよ。5×高さ÷2 14×高さ÷2 5.5×高さ÷2 ですから、アー対イー対ウの面積比は5×14×5.5 ということになります。さあ10倍して簡単にしましょう。50×140×55、さあ5で割って10×28×11 ね、これアが10でイが28でウが11というね、10×28×11です。10、28、11。さあ全体からしたら何分のいくつかというと10、20、11足して30、41か、41分の10がア、41分の28がイ、41分の11がウということになります。まずこれがをしっかりやってくださいね。これに関する問題をしっかりやってってください。ちょっと飛ばしていいですから。次回は台形を同じように分割していくというのをやりましょう。いいなと思ったらチャンネル登録、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。